本です。よろしくお願いします。今回はですね、国分寺高校の問題ですね。 x2x-4×5×6×7、 これを因数分解しなさいという問題となっております。ここのあたりをどう処理するかがポイントですね。これ普通にですね、計算して 4×5 で20、20×6 で120、120×7 で840ということで、x2乗-2x-840 ってね、これやってしまうと逆に難しくなってしまいます。これかけて840で、まあ差が2になっている2つの数探すの、ちょっと大変ですよね。まあ、840をまあ素因数分解してって考えてもいいんだけども、掛け算の組み合わせを探すのね。ただね、これせっかくね、わざわざ 4×5×6×7 って書いてくれているんだから、この形をそのまま利用した方が楽です。これ、この2つの数が掛けてこの数で、差が2になっている2つの数を探せばいいわけですね。なので、これ、この4と7掛けたら28でしょ。まあ、ニコニコに分けるんですね。5と6かけたら30でしょ。そうすると28と30の差が2だから、これでいけそうですよね。つまり x2乗-2x-4×7 の28×30 という具合にしてあげれば、28と30は差が2になってるので、カッコカッコにしてあげて、で28と30が来る。ただここがマイナス2になるためには、こっちがマイナスですね、でこっちがプラスしてあげると、差が2でかけて 28×30 というふうになっているということになります。いいかな。ということで、まあ、あえて計算しないっていうのがポイントだったという問題でした。まあ、これね、なかなか珍しくて、まあ、少し考えさせるね、いい問題だったんじゃないかなというふうに思います。以上で解説しております。では